あ、カオル君。今のところ所長からも連絡はないよ。進展があったらすぐに。あ、ちょっと待っててね。はい、こちら南条探偵。すみませんでした。カオル君、大変だよ。カツ丼2つとかオーダーが入っちゃったんだけど。間違い電話だよね。そうだよね。あ、カオル君、首を横に振りながらどこへ。誰もいないのかな。すると協業事務所というわけではないのね。奥からブスジムの声がする。ならいいわ。うちの妨害するなら困りものだけど。とんでもない、単なる民宿です。今度遊びに来てくださいな。しかし惜しいわね、カーデちゃん。美行術は秀でてるのに依頼人って感じじゃなさそうだ。あら、またあなた。あら、可愛らしい依頼人さん。こんにちは。みゆきちゃんにもよろしくお伝えください、副所長。所長よ。そうでしたわね。元所長の行方が分かりましたら私にもお教えくださいね。ご挨拶しないと。うちの人間はあんたんとこの宿泊代をサービスなさいよ。いいわね。考慮しますわ。なら元所長の行方も考慮してあげるわよ。元所長の行方、女性、阿行様の行方に関心があるのかな。では、可愛らしい依頼人さんもいらっしゃったようだし、そろそろおいとましますわね。
何か困ったことがあったらいつでもいらっしゃい。ありがとうございます。それでは。で、あなた誰だったかしら。上白かおる子と言います。今時の女子高生です。なんか聞いたことのある名前な。気のせいだと思います。うちは探偵事務所よ。それも日本一のね。不気味だ。だけどうちに依頼するならね、あなたが未成年なら保護者の同意書が必要よ。いえ、依頼できたのではありません。もしかしてアスパカの実じゃないでしょうね。はい。この間なんてあいつお水の女の子と修羅場を演じてね。アスマさん、そこで何をやってるんだか。で、何のご用かしら。あの、アスマさんは出かけてるわよ。それは交通がじゃなくて、私は七尾セリナさんの親戚です。七尾、この町に立ち寄ったものですから、ついでに挨拶をしておこうと。疑いの眼差し。どういう間から？ハトコにあたります。ハトコ？彼女に親戚はいないって話よ。昔七尾さんの両親が再婚する前のです。ハトコね、複雑な家庭事情ってわけね。そういうことです。あの子は残念ながらもう在籍してないわよ。初耳です。どういう理由でしょうか。さあ、突然いなくなったからわからないわね。突然いなくなったんですか。そう、突然。おそらく犯罪にでも巻き込まれたんでしょうね。いなくなる兆しみたいなものはなかったんですか。署員一人一人をずっと監視しているわけないじゃない。その時の様子とか詳しい人はいませんか。いないわね。全く。しつこいわね。くそ、意外に硬いじゃないか、霊夢のくせに。南條さんの捜査資料を何としても見てみたい。早く出せ、この出せ。私の格好はダセーでしょうか。突然行方不明になった署員をそのまま警察任せなんてことはないと思います。有名な探偵事務所ですし。そうね、うちは有名だからね。ということは捜査はなさったんですね。まあ多少はね。ほなちょっぴり。その捜査資料を少しだけ見せてもらうことはできませんでしょうか。あなたね、いとこかはとこか知らないけど、第三者で部外者で無関係な人間に重要書類をおいそれと見せられるわけないでしょう。アイドラーの規約には死亡または行方不明者の血縁には情報開示を義務付けていますよね。なんですって。この場合、死亡または行方不明のカテゴリーに分類されますから、血縁での私は閲覧可能かと。と、以前ハトコの七尾さんから伺ったんですの。なん
でも規定違反の事務所はいろいろなペナルティが本部から課せられるという話も聞き及んでいますわ。田中ちゃん。はい、所長。みゆきの捜査ファイル持ってきて。わかりました。よし、一歩前進した。で、血縁関係を証明する書類持ってるわよね。そうそう、うちにありますわ。じゃあそれを持ってらっしゃい。いえ、ちょっと家が遠いので。証明されなければ見せられないわよ。これもアイドラの規定でね。後日必要書類をファックスかメールで送るというのはいかがですか。あなた本当に学生さん。ええ、もちろんです。それにしてもしっかりしてるわね。七尾さんにいろいろと教えてもらいまして。将来は私も探偵になりたいなとか。では七尾の親戚ということだから特別にレクチャーしてあげるわ。レクチャー。探偵という仕事はね、チャラチャラした気分でやったんじゃとても務まらないわよ。はあ。ま、あなたに教養と才能があればうちの入社試験を受けてみてもいいわよ。試験代は1万5千円よ。せこ。何か言った？元世界一の探偵事務所はやっぱり違いますね。あなた物の道理というのを分かっているようね。それはもういいわ。書類は見せてあげる。後で必要書類を送りなさい。よし。その代わり、幸せ探偵事務所のブス島にこんなに世話になったという手紙をアイドラ日本支部へ投書なさい。そこ。あ？すごい位置。田中、さっきからうるさいわよこれ。今出ます。南條さんの捜査資料ならそれなりにしっかりしたものだろう。あとはそこに手がかりでもあれば。社長、プリューレ商会さんから電話ですけど。プリューレ商会。うん、あの折り詰め持って挨拶しに来たとこね。挨拶？プリューレ商会がここへ。どうします？例の条件交渉でしょ。東が帰ってくるまで保留しときなさい。はーい。プリューレ商会がなんでここへ。条件交渉、なんだそれは。南條さんの捜査資料持ってきました。ここ置いときますね。ご苦労。まあいい、今は七尾の手がかりが先だ。月ごとに分かれてるけどどのあたりを閲覧するかしら。全部。全部？50ページ近くあるわよ。速読で読みますから数分もあれば。なんか得体の知れない女の子ね、あなた。七尾さんに教えてもらったんですよ。
そっちのパーティションで読むといいわ。ありがとうございます。さすが日本一の探偵事務所ですね。たんなっか。お茶出してあげなさい。これがアイドラーにバレたら俺もペナルティは免れないな。副会長あたりにバレたらただじゃ済まんだろうね。七尾の件に関してはアイドラーのサポートはないと言っていい。俺が独自に操作するしかないんだ。に書面を残してるって、そんなのは初耳だぜ。書庫物件第五号証ってのはどこだ。いや落ち着け、まだ見始めたばかりじゃないか。先を読もう。島さんは50ページと言っていた。なのに数ページしかここにはない。ブス島さんが抜いたってわけじゃなさそうだな。だがこの報告を読むと七尾が自主的に姿をくらましたとある。ブス島さんはさっき事件に巻き込まれたと言っていたな。そうか、だんだん分かってきたぜ。アイドラー推薦の探偵が行方をくらましたなんてことになれば、この事務所は本部から査察を受けかねない。最悪の場合お取り潰しさ。だが七尾が事件に巻き込まれたことになれば警察の問題だ。この事務所の責任は追及されない。デブの野郎、探しいことをするじゃないか。南條さんの報告を握りつぶして我が身可愛さの延命策を取った。ろくに捜査もせず七尾に対する責任を放棄しやがったんだ。クソ、探偵の才能はゼロだが政治家にはなれそうだぜ。ただいま戻りました。やばい、東さんもう戻ってきたのか。東遅いわよ。油打ってたんじゃないでしょうね。勘弁してくださいよ。プリューレ商会の談合まで僕に押し付けて。故障はいつ？1時間後、協会の図書室で会う約束をしました。よろしい。南條の事務所を地の底にまで失墜させるのよ。あれ、誰か来客ですか？ああ、おま、ここで何をしてるんだ。何よアズマ、知り合い？知り合いも何もこいつ。あら、アズマさん、お久しぶりです。最近全然会いに来てくださらないんですもの。は？
そんなに恥ずかしがらないでくださいね。もうプニプニしちゃうから。気色悪いことをするな。お前大体。ああ、ズボンの前が開いてる。なの。じゃあ私もう帰ります。失礼します。おい、ちょっと待て。なんとか脱出できたようだな。なわけないだろ。貴様、何を企んでる。まあ、アズマちゃん、ちなみにズボンの前マジで開いてるよ。あ、ちょっと待て。開いてないじゃないか。恥ずかしいことを叫ぶなよ。貴様、何を企んでる。企んでるのはそっちだろ。フリューレ商会とつるむのかい。何のことかわからんな。やめておいた方がいいぜ、フランス本国では。ならず者で有名か。その程度のことはとっくに調査済みだ。知ってて手を込むのか。なるほど、南條さんを潰すつもりなら悪魔とだって手を結ぶってわけかな。南條さん、そねまれてるね。言っておくが、僕の方針じゃない、所長だ。俺に言い訳してもしょうがない。南條さんに自分で言うんだね。貴様こそ何を企んでいる。ブス島さんに貴様の正体を言ったら怪獣みたいに暴れ出したぞ。そいつは怖い。当分幸せ探偵事務所には近づかないようにするよ。何をしていた。俺は独自の案件を抱えていてね。そのためさ。どんな案件だ。それは言えない。何？依頼内容は神の雷が落ちても言わない。探偵の基本の基本じゃないか。貴様、本当にクラス D か。ま、東さんを安心させるわけじゃないが、一つだけいいことを教えるよ。なんだ？さっき幸せ探偵事務所で調べていたことは、東さんの案件とはおそらく全く関係ないってことさ。信じられるか。信じてもらわなくてもいいけどね。得体の知れないやつだな。つくも薫、お前一体何者だ。ただの探偵さ。信じられるか。どういう回答をお望みかな。ち、覚えていろ。当分幸せ探偵事務所の敷居はまたげないな。